この世界には人の運命を司る何らかの超越的な律、神の手が存在するのだろうか。少なくとも人は自らの意志さえ自由にはできない。なぜグリフィスはお前みたいなやつをあんなに。わけなんてないさ、何も。必要か？理由が。俺がお前のために体を張ることにいちいち理由が必要なのか。よし、残りのロープも渡せ。敵の気配は？全くありません。たとえ何千何万の敵が攻めてこようと、我が聖芸超重装猛進撃滅騎士団の先鋭部隊が警護しておるのだ。この牙城に一歩も足を踏み入れることはできはしない。うん、よいか。戦において油断は禁物、警戒を怠るではないぞ。はっ。今回の隊長はいつもと違うな。ああ、これだけの任務を任されたんだ。張り切らざるを得ないだろうぜ。ガッツからか。
間違いないよ。次の行動の合図だ。よし、始めるぞ。ついに現れた。はっ。奴らのど真ん中に大砲をぶち込んでやれ。いや、この距離では到底届きません。よし、全軍を送り出してあの腐れガキどもを叩き潰してやれ。はっ。いや、待て。これは奴らの罠だ。この牙城を切り崩すのは困難だと悟り、我々を引っ張り出して野戦に持ち込む腹なのだ。愚かな奴らだ。チューダー随一の父親であるこのアドン様にそのような小細工が通用せんわい。で、どうしましょう。放っておけ。は？勝手に騒がせておけばよい。よし、ここからが本番だ。グリフィス！切り込み隊は全員川の向こうに渡ったみたいだよ。よし、全員敵の視界から姿を消す。諦めた様子だな。この鉄壁の牙城を崩すとなりゃ命がいくつあっても足りないぜ。伝令だ、開けてくれ。どうした。重要な作戦行動のために将軍がこの城を視察に参られる。本当か。団長に踊り継ぎ願いたい。わかった。姿を消して裏から現れるとは、なんと姑息な手を。
全員叩き切ってやり。はい、全軍挙げて撃退します。そろそろ合図を送りますか。侵入路を確保するまで待て。敵の奇襲だ。橋の警護に当たっている者を城内に入れる。グリフィス、合図があるまで待つんだ。チッ、あの野郎何グズグズしてやがるんだ。それほどまでガッツを信じているのか。どうした、なんでもうわけだ。今だ。はい。なんだ。グリフィス、一気に正面から敵城内に突入する。で一体何ができるというのだ。このアドン様が直々にとどめを刺してくれるわい。ああ、正面から敵が突破してきたぞ。なんだと、後ろと前から現れるとは、なんと汚い手を。私はチューダー帝国のブレーンの要だ。ここで犬死にするわけにはいかん。さすがは団長です。いかだを用意してあるとは。万事に備える、これが指揮を取る者の務めよ。団長、団長、我々もお連れください。団長、ひととき者どもが、このイカドはこぼれいつけに代々受け継がれた神聖なものだ。貴様らは鎧を脱いで泳げ。よくやったな。言われたことをやっただけだ。やったね。ついにチューダーの領土内に楔を打った。これでドルドレイへの道は開かれたってわけだ。いやー、久しぶりにアレンカは。
うまいもんで胃袋を満たしてぐっすり休むとするか。これはボスコーン将軍閣下。ブラックスの城はどうなった？いや、敵は実にずる賢く、その手口は私ですら足元にも及びませんでした。はい。で、明け渡したというのか？いや、一時の間占拠させておいて、こちらの体制を立て直し。黙れ！あの城がいかに重要な拠点であるか分かっておるのか？それはもう。お前を擁護するのはこれで最後だ。ボスコーン様。新将出発は武人の鉄則、次はもうないと思え。はっ。今度こそ我がこぼるいつけに500年にわたり伝えられし秘術をもって奴らを沈めてくれるわい。500年？悪しき者の計りごとにひるまず、罪人の道に立たず、絶えず身を挺して領土の平和と安定のために尽くした者、伯爵の爵位を授かりし者、心と身を尊き天に置き、偽りの道を何時より遠ざけ、のりをもって民にその姿を示したまえ。力を持ちたもう高き汝なり、戦いに高き汝なり、たとえ敵の戦人が営みを貫いて攻めるとも、心を恐れじ、燃ゆる憤りをもといに置いて、敵と構えたまえり。これぞ我が栄光なるミッドランド王国の伯爵の姿。あやつが伯爵。ねえねえ、聞いた？グリフィス様が伯爵になられたんですってね。聞いた聞いた。あの方とても素敵。女の私よりも綺麗でしなやかで、もう頭にきちゃう。その上、この国の最強の軍団長で一番の剣士ですもの。優雅で堂々としててさ、下手な貴族よりよっぽど品があるんだもの。そこへ行くと、このお城の武官たちと来たら武骨でガサツなのばかり。グリフィス様と比べちゃ他の武官たちがかわいそうよ。お前たち何を無駄口叩いておるか。申し訳ございません。スズメどもが。ユリウス将軍、そのような大声で怒鳴られては城中に響き渡りますぞ。随分と荒れておられるご様子ですな。何か気がかりなことでも？何でもない。おお、そうそう、時に将軍、今期の秋の狩りの件ですが、王の警護の話お聞き及びでしょうか？それならば、毎年定例で我が直属の白竜騎士団に任されておるが、それがどうした？今回は王の勅命により鷹の弾が当たることに決定したそうで。何？間違いございませぬ。バカな。秋の狩りは王が諸侯らと親善を深めるための重要な行事だ。その警護といえば、正規軍の中でも生え抜きの我が白竜騎士団にのみ許された名誉ある任務のはず。それをあのような盗賊まがいの新参者に。陛下は何をお考えか。このままでよろしいのですかな。何？我が国最強と謳われた白竜騎士団の栄光も、鷹の弾の活躍によってすっかり色あせてしまった様子。貴様。いや、噂です。皆がそう噂しております。鷹の弾が常勝無敗であることは紛れもない事実。ここしばらくは戦乱が収まる気配もありません。
さすればあの男、まだまだ武勲をあげますぞ。しかもどのように取り入ったか、陛下はあの小僧めを大変高く買っておられるご様子。下手をすればあやつが将軍などということも。バカな、絶対に認めんぞ。傭兵出身の将軍など聞いたこともないわ。あの小僧が私と同じ将軍だと？あの下船の者がこの私と対等に口を聞くというのか？いや、そういうこともあり得ると申し上げたまでです。認めん、私は絶対に認めんぞ。しかし定例行事とはいえ、狩りとは本来危険なもの。森や茂みなどにどのような獣が潜んでおるのか分かりません。貴様何が言いたい？獣も危険ですが、獲物を狙った流れ矢に当たる恐れも。流れ矢？それも毒のたっぷり仕込まれた流れ矢に。貴様まさか。流れ矢です、将軍。流れ矢か、面白い。下船の者にはふさわしい死に様だ。So where my grass shall fade.